戦で、これアクシズ戦ですね。イニシエのカメフーパー、これアクシズらしありますね。イニシエのカメフーパー懐かしいですねこれね。そう、この試合を何回そうこれ1試合じゃないからね。そう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 、ずっとやるからね。すごいよな、でも本当に団体競技って結局ここまで食べて本田圭佑が言ってためっちゃいいこと言う。そうそう本当にそうで、団体競技は結局まずは個人なのよ、個人があるからだね。もう懐かしい、かなりそれに信頼を置いてる。113ですね。学習装置が近くに2本あるのってどうなるんだっけ。まあ今回のリーグのまあとっておきだったかもしれないですねこれね。経験値もらえるっていう効果は発揮されるんですけど、はい、学習装置同士で近くにいる場合はそこで分け合う形にはなるので、まあ、難しいんですよね、うん、でも手が、はい、アクシズ側もその3列目のフォルミを倒してきたってことは、はい、結構なんか予想してたんじゃないかなっていう動きですよね、まあ、もう一回やってくるっていうことである。これでもさ、ここは数の有利を生かして前に出ますが、この選手レベル4になった。これマジここねワンチャン釣ってね可能性あったんだよなこれ。イカ様映ってないこれ。イカ様脱毛で避けてるから2回目ないんだよねこれ。こっそりアピールしていい。この選手レベル4になったことで耐え切ってますね。ちゃんと113の下3をかなり読み切った動きじゃない。さすがに縦割りブラッキーは強かったねこれね。縦割りブラッキー強いけど、縦割りブラッキーはもっと有利取らないといけないから、まあ抑えれて OK。かなりアクシズ、はい、この短い時間で用意してきましたね。グレンアルバレベル5にしたかったと思うんですけど、で、はい、コーチングは人が1人増えれば増えるほどね強いですから、50には間に合わないのでマジでこの時間帯のミュウねやばいです。くれたかなとは思いますが、いや前に出てきますね。ここはマジでここの火力ねすごいからね。インソムニアが前へ行く。いやそこのけそこのけという勢いでしたが、アクシズも一歩も引きません。耳っき落ちちゃったから割とちょっとしんどくなりましたねこれ。ただまあ全然育ってはいる。日本の選手が KO されなかったのもそうですし、はい、ポーリー選手のウーラオスが逆に KO を返していったのもあって、うん、ポーリー選手やはりちょっと1年前ですかね、海流とかのイメージが強くて、はい、まあ、ウーラオスもあったと思うんですけど、ね、ただ火力やばいからねこれ。そうですよね、今大会マジでうまく機能しているようにも見えます。ただラービー選手のカメール、今度はそのカメール1人のところの上ルートにインソムニアが攻め込んで、このなんだろう、チルタレスは一体明け渡し、学習ミューの強みだよなこれ。はい、これでただおーミミッキーもかなり俊敏な動きで、アクシスはドラフトが強すぎるやら、はい、あそこマジでアクシスはねドラフトがマジで強い。ファイトもちょっと特殊やしな、正面からはい、殴り合う。マジでドラフトで勝てるチームおらんで、あそこに。そうですね。トリクルームで飛び出していく。カビやっぱバンシェがマジで強すぎる。本当にドラフト強い、あそこ。一番強いマジで。まず1試合目ですね、ここで。さあ、シュッコースカスミで入り込んでくる。そこにメタルクローで飛び込んでくるのは、ウサカズ選手のザシアン。取り残されたポーリンのウーラオスに対してエレキも、まあ、ちょっと見直すわ。ごめん、一瞬見れなかった。さあ、シュッコースカスミで入り込んでくる。そこにメタルクローで飛び込んでくるのは、ウサカズ選手のザシアン。取り残された。学習ミュウってこの時間もかなりやっぱ火力出るの、えぐいよな。ミュウが KO を生み出して、上のフロントゴールへの道が開きました。素晴らしい。クーパーを後ろから飛び込んでくる。ちょっと前行っちゃった、これも。開いた。ミミックですが、ここはまあ我々のまああるあるとしてはやっぱりちょっとね、やっぱそのまだあれだよね、その負けないダメ取りをしてるんじゃなくて勝ちにいっちゃってるから、こういうね勝とうとしてデスが生まれるのよくある。この辺もねやっぱまだ個人技だね、どんどん修正しないと。やった後の動き、そうですね、そのなんだろう、継続していっちゃうみたいな、倒して上に繋げてってやりたいと思うんですけど、間に合うかどうか、繋がるか、異次元ホール、あのこの判断はマジで大切です。別に行くのはいいんですよ、死ぬとマジでダメ。デスるとね世界終わるから、基本的にグルーでかわしながら強化攻撃当てて、ちょっと時間は稼ぎましたが、そうだね、普通ランクとかやってたらやれるようなねシーンが多いですから、目を跳ね返していくが、私らも間に合っています。ただその間に合わなかった。最後5点をねじ込んだポーリンのウーラオスが下のフロントゴールを破壊しました。かなりどちらも譲らないですね、うん、本当に両選手譲らない。アクセス海外寄りの考え方、いや海外でラッシュ構成するチーム一チームもないですよ。
真逆じゃない、むしろ海外は集団戦しかしないでしょ。いますからね、はい、どこがガチ真逆だと思う。傾くポイントになるのか。残り時間5分を間もなく切ろうとしています。さあウラオスとミミキの目が、まあこんなに我々ミスしてこの序盤作れてるから、もうちょっと多分ね、ここを丁寧になれば重要な野生のポケモンの出現に合わせてまた戦いがもうちょい楽になるぞと思いますが、やはり今日1日見てメタクロダメージ本当にね、メタクロダッシュの火力やばかったよね、今見えるんですよね、全然倒されない。ユポの選手今日めちゃくちゃうまいですよね。今日かなり冴えてる、 KO されないかつ重要なところでイカ様を当てていくっていう動きが今日調子がいいのでね、こうなってしまうとなかなかね、はい、フーパー相手にすることないよな今。まだフーパーの機動力、どっかのタイミングで下降りたいねぐらいだね。まだ姿が見えないんだよな、アクセス。この形だとお互いぶつからずに。オフ、オフジャンプだ、えらいこれミュウ。ジャンプだ、えらい。守るっていう展開にしたいと思うんですけど。アクセス警戒ジャンプだ、えらい。中のようにミュウが帰ってきて、グレーンアルマとともに返していきました。グレーンアルマとミュウで、はい、ここはアクシズの4人のアタックを返していきます。ただやはりフーパがいる、解き放たれし降臨で一気に上ルートにも陣容を避けるかと思いましたが、インソムニアの動きも早かったですね。リジェットはすでに KO をしていました、ね、いやこれ下を攻め込めればインソムニアかなり有利ですよ。フーパの思惑を潰しつつ下ゴールっていう感じできるとは思うんですが、さすがに野生のポケモンですかね、デジアイス優先 で、ね、いやどっちもうまい。フーパの移動力もしっかり生かして、はい、うん、ダイブはできないんだよね結局言いないとないと。ここ今日乗っているユポン選手 KO されないな。やっぱりムーンライトセレナーデで一路後ろに下がっていく。ハイドロ台風ザシアンの体が高く浮かび上がる。ここはたまらずメタルクローで逃げて、あちゃー、剣で漆黒の終剣耐えました。ここもあれだね、結局攻めたタイミングで死なんかったらいい。倒していきました。そう、帰れない攻めはね、やっぱり美味しくないからカウンターされるから。私らか後ろからカメクスの点を止めて、さらにザシアも歩いている。この花粉団子これ止めたほうがいいね。そう、結局そう、倒せるか倒せないかで倒しに行っちゃダメなのよ。ダメ取れさえ勝てば次につながる、別に倒せなくても。でも倒しても繋がらんし、倒せんかった時のミス、もったいないがすごいから。そう、多分ね、僕はこの試合で3回ぐらい同じ死に方してるでしょ。あれ全部タワーダイブいけると思ってか、それか何だろう、いけると思って、もしくは行き過ぎて死んでるから、結局そうなんだよね。あそこにか、ああいうところ、はい、それなかったらアタッカーの3デス分がこっち持ってるから、上下のこちらも重要な野生のポケモン、マジあれが一番大事だね、本当に。マジで死んじゃダメ。学習は最悪まだいいよ、学習だったらまだいいけど、アタッカーはね育ってるから死ぬとねマジできつい。このテイヤ即位席に降り立つ準備を進めていました。ラストスパートまでは20秒。インソムニアの方がレベル的には完全です。ブラッキーがどうだ。いや、グレアノが近づいてきた。ミミッキ見るぞ。ただここは一元ホールの強さが生きた。最高ショックでちょっとずれてればホール張りとか分かんなかったですけど、一元ホールちゃんと戻れました。バンツーがレッグのね。そう、ただこれによってインソムニア側が完全にレッグ回りの、はい、これ下ポジション下あるのにここ取れたら美味しいですね。されました。こうアクシズがどう動くか。これぐらいかっちりとレッグ材の道を防がれている、はい、中でアクシズどう戦い仕掛けていくか。再起光線が当たります。いや、かなり厳しいですね。グレンアルマがあの位置にいるとそもそも入れないので、はい、なんとかまずグレンアルマと他のポケモンを引き剥がすような動きをしないといけない。さらにはアクシズ一生ブッシュにいるからね、これで一旦まずは睨み合いだね。ちょっと待ちからカメックスは13、いや、ウラオスはちょっと13にはならなそうだ。カメスピンホール使ったのでちょっとラインが上げたいが視界がないのでちょっときつい。真ん中入れないですね、アクシズ。うん、カメックスをちょっと捕まえて、トリックルームの安全保障もあると。いや、まだ圧がすごい。もう真っ向からいきます。日野選手ポケモングレンアルマ正々堂々を信条としているグレンアルマの通り、そしてそんなくらいならゾーニングした状態でレッグーザを一気に体力削って
ポジション後ろにアラシズが大きく下げた、素晴らしい。その一瞬これザシアンの圧力か。インソムニア、アクシズの勝ち筋ごと刈り取る素早い。これはザシアンの強みか。いつの間に気づいたらもうレックザやってたわ。前でライン上げて、ウーラウスはギリ見えてないぐらい、見えてないけども、ミミが右ゾーニングして、ブラッキーが下のセカンドタワー視界見えて、ウーラウスがもうここにいた時点で取り切り、間に合わんやろウーラウスはっていうことで、間に合ってるね一応はい、一応ウーラウス間に合ってますね一応割と思い切ったね行動であった。ウーラウス間に合わない手で行って、間に合ってないならブラッキーとフーパーしか関与ないんでいいですけど一応ウーラウス全然、なんならなんなら全然間に合ってますね脱帽兄弟間に合ってますね。はい、うん、まあ一応その保険の話で言うと、右にウーラが何て言うんだろう、結果的に間に合った話をしましょう。今のは一応まあゾーニング、右と下にゾーニングできたから取り切り判断は割と強いんだよね。うん、関与がかなり少ない。だってミミッキがカメゾーニングして、ウズアルマがこの下ブッシュまでゾーニングして、ブラッキーがセカンドタワーに見えました。これはさ割ともう取り切り合図じゃん、ほぼ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 取り切り合えていいと思うんだけど、ウーラが近寄った時にじゃあどうするかっていうと、一応こっちはね耳ユナがあるね。結果的にウーラに対しては耳っきのユナイトがあるので、 CC が入らんかったら止めることはできる。ただ早すぎたんで間に合ったんだって感じになって取れたけど、そうだね、はい、この辺を一応やり方は合ってるけど、もっと丁寧にできるって感じかな。うん、やり方は多分合ってんだけど、裏のなんだろう、どこからどこまで来れるとか、もうちょっと削っておくとかで、まあいろいろパターンはありますね。僕がコーチングエレボを雑誌に回せたらもうちょっと早かったよねとか。まあ細かいところはありますよね。はい。まあでもこれはちゃんとね、可能性が高い有利ラッシュでございました。いやーこれどうするんだろう。グレンガルはあまりにも嫌だったと思うので、まあ特にアクシズは集団戦で結構ね、この試合もそうだったと思いますけど、あの5でがっつりグループして正面衝突のファイトっていうよりは、こうバラバラで動いてレックバラバラで動いてここで戦ってラストヒットをねちゃんと狙いに来たりもするので、割とああいうゾーニングしてもう取り切りっていう展開はね、どうしてもアクセス戦はね多くなりそうな気がしますね。クーパー、はい、ここまでは同じとなると、インソムニアも同じような展開でいいので、私らがプラス、あ、巻き戻し駒送りアプリ内でリプレイ使えた、そうね、それわかるかもと思いますね。相手のポケモン捕まえられるのと、おお、新たな牙がポケモンが来ましたね。新たな牙が出てきた。そうするとですよ。これアクシズ。アクシズフーパーの使い方うまい。そう、マクロうまいんだよね。アクシズドラフトとマクロがめっちゃめちゃうまい。ね、マクロがうまいっていうのも、そのなんだろう、ファイトのマクロじゃなくてなんかすごい特殊なんだよね。ミュウですね。なんだろう、このゲームの勝ちのためにすべて支えたマクロみたいな。何でもいいですね。このゲームのファイトの価値を知ってるようなマクロだね。ファイトしすぎても、うん、なんだろう、いいことあるんだけど、ファイトしなくても全然十分みたいな。メタグロスが選ばれました。あくまでも玉入れゲームでレックウザ取ったら勝ちのゲームだから、レックウザと点数をかなり見てるよね、ファイトじゃなくて。最後の一匹、このゲームの本質だよね。あくまでもこれモバだけど玉入れゲームだから
点数多い方が勝ちやから。試合展開ファイト勝っても勝ちんじゃないけど大きく変わらないと思います。はい、サムニアとしてはザシアンが上で、メタグロスに真ん中ですかね、で下にマンム、私らがでカルボのクレーンアルマに行かせてクレーンアルマのレベルを優先させる、うん、でザシアンは上を一人で守ってもらうの間に、まあ、序盤有利作ってクレーンアルマで暴れてっていう展開にはなりそうです。うんうん、アクシズはおーそうなるのか、ブラッキーフーパミュウーラオスミミッキュで、こっちの構成はなんだろう、これあれだね、あの113警戒してたらあれだね、113にもなるし21にもできるし、もう白髪取ってると113がちょっと怖いんじゃないかっていう圧力をそろそろ植え付け入れてる時間帯かな。合わせ方をよくやりますよね。そうですね、やはりブラッキー特性の部分とバックアウトの部分で、はい、ザシアンとカルボが進んでいく。対するアクシズはレベル5から強力な動きが取れるポケモンたちを多めに、はい、白髪がいるだけでもう113があるんじゃないかということで、ラインもかなり低い、低めではある、ね、進化したレベル5の炎の難しい、あ、これ僕落ちたやつだ本当に最優先でやっていると思うんですが、今回は上下分かれましたね、うん、ソムニアにしてはそうですね、カメラマン優しい。これ一時停止のリクエストが入りました、ね、少々お待ちください。これおもろいな、いつもにあのウリムがちょっと不思議な動きをしていたので、はい、そちらの確認が入るかと思います。はい、試合ちょっと話を、はい、これ僕がね、はい、はい、でスタートして重要ですが、で復活したので、た模様ですね。おただマフブル、これはちょっと移動してしまいましたけど、ラストヒッター取ってついでに点数も入れて、はい、ボボンの身をいただいてっていう、なんかもうやりたい放題はやってますね。しっかりリターン取ってるところは、はい、オブヤン選手のこのあ、ちゃんと取り切りましたね、えらいポイントが出ましたし、真ん中のイエスさんはカルボーのなぜか経験値になりましたね。カルボーが倒す申告なしで止めてくれた。うん、申告したよ。なんかあれですね、中央は諦めて8分50秒一応なんか下レーン4号できたっていうね、めっちゃ勝ってる奇跡的にめっちゃ勝った、ね、しかもこれも取れてバカ勝ち2対3バカ勝ちさらにここもサシアンがでホールフーバー、うわ待ってこれ、あ僕らこれ多くない、僕らマジでタワー攻めてタワー攻めてカウンターでこれアタッカー落ちるとやっぱね割と終わりになっちゃうから、攻め込めなかったがインソムニア、じゃれつくで。ライドね、これしんどいね。うまくいなしたのはアクシズですね。さあ2対2でした。このパターンめっちゃ合うや。ホールフーバーだからね。学習は割とまだなんとかなるけど、アタッカーはね、攻めてデスるとマジで止まらん。ここも個人技ですね。で、あそこでデスると真ん中フリーで渡すことになるから。上下ルートで堅実に、はい。経験値を、そうホールはちゃんとね覚えておかないとね、はい、となると、まあ、経験値的にはほぼ五分の状況で進みますが、なるとダンバルがそのメタングにはなってるんですけど、メタグロスまでもうちょいかかるので、はい、ちょっとこの時間はアクシズ有利、ね、ホール忘れてるようじゃダメか、さらに有利は広げておきたいですね。ホールはね入れとかないとね、ホールはがジャレツクは見えたんですけど、今レベル7になって、まあ、ジャレツクなんで影打ちだと思うんですけどね、なのかな、そう読めたけどという予想ですが、さあここで打つかどうかですが、ちょっと草むらで身を隠しつつジャイルボールに巻き込まれた、はい、いいやんここの3対3ね、ダメとれ、ポケモンたちを見て影打ちですね、ソムニアの面々集まって見て後ろに下がるアクシス、ね、この時間ってアクシスが明確に強かった有利だったので、はい、その時間にレベル8でメタグロスに近づいた、さらにはクレバルのレベル8になっていることを考えると、インソムニアかなりうまくやってますねそうですね、かなり後半なんなら先に上下効果はできてるね、もういそういるんじゃないかというレベルの上がり方をしていますし、ウェルートのレジェリキを倒したことで、はい、下はアクシズ、上はインソムニアが攻める、割とこれでもね守れてるよ、どれだけ稼げるかですね、上野からのローム割とこれもねどうだろ そうです、見直してみると、先に9レベルにたどり着くポケモンも上押し込みにかなり時間かけて下の枚数が割と見えてるから、もうちょい早めに下ロームしてこないとこれは守れなさそうだね。マンブがどれだけ稼げるかですね、時間グレアルマも諦めるか、いやだいぶ時間稼ぐけどこれ
さあそしてグレーンアルマが来るまで稼いだので、これ僕稼げたからよかったけど、稼げてなかったら割とあれだったな、危なかったね。40で、はい、再三しましたね。ウェルート壊せてる分、ここはインソニアが少しアドバンテージを得ていますか。メタグロスにも進化しましたし、多分ね、道中のデスがなくてだったら、これ下に全員5枚できて、全員潰してあのタワー下まで貫通もいけたような気がするね。どうしても9レベルですからね。そうですね、神目線学び多いです。経験値渡すんですね、完全に、うん、まずはもうワンムも9レベルになってもらおう、はい、進化してもらおうっていうのを優先しています。クレンアルマがこのレベルになるので結構無理をしないとクレンアルマ倒せませんね。あれだけの技を受けても体力が全然減っていない。サイコエクスプロージョンで動きを止めて 1KO。 素晴らしい。でここもね、僕ら遅いんだよな。硬いですね。ここってここ1枚落とした後タワーダイブ絶対無理じゃん。だからロームするんだよね。ロームしてブッシュに隠れるの、真ん中のハの字ブッシュとか L 字ブッシュとか。そしたら相手がまたあのアクションを起こすんだよね。それをカウンターしないといけないんだけど、ここでロングステイで俺たちまだいるぜ強いぜってやっちゃうと、相手も別にそこにいるだけで何も生まれないのに、どんどん相手に無駄に仕掛けさせてミスを誘わないといけない。だからこういうところだよね。フーパの強みであるゴールの移動も今できない状況ですし、ここ今ミュウがめっちゃチェックしたのは偉いですね。なんならちょっと不利で、あれ早めに動いてたらワンチャンね、脱帽自身で1枚キャッチしたタイミングでアタッカーの攻撃が合うからいけるみたいな。僕もマンムへと進化しました。ユナイト技も覚えます。はい、ここただフーパのユナイト技があるので、はい、これまたフーパの強みを生かしたいですよね、うん、アクシズとしてはさっきと同じですよね。ウェルートにちょうどレジェルキも出現しますから、はい、フーパのユナイト技を生かしてると見せかけてフーパで上に集めて、そのザシアンだったり2対とかにしてフーパのポジションすごいな、意図としてあると思うんですが、タブラキ飛び込んできたグレーンアルマの姿が見える。マンも見えるぞ。影打ちはかわしている。フロントゴールで道を塞ぐような形でアクシズの面々が立ち塞がる。かなり耐えていて、これも人数配分おかしいね。僕だってユナイトもらってるもん。僕これまず暗黒兄弟マンも倒して、ちょっと人数配分が、あじゃあこれも結局これも個人技だね。これは痛すぎる。ここなんでこんな支給にして開いたんだ。これ見せかけてフーパで上に集めて、そのザシアン、これもあれだね、アクション起こしたから負けた、アクション起こしたから負けたより、これも前に行っちゃったからカバーする必要があって、下はねそう視界出したからカバーする必要があって、で上がタッチしてるのバレたから、で上に行き過ぎたんだよね。視界がないのに上に3枚も行ってるから、あの寄れない。真ん中だったらまだ寄れるんだけど、これもう全ミスだね。でミスったらそれはまあ相手は、まあ、僕ブラッキーとウラウスの入れてもらってるから、これぐらい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 。これも個人技ですね。強打でマンモを倒して、ここはグレンアルも後ろに逆らざるを得ない。影打ちからジャレツクで飛び込んで、いやただこれ私らがちょっかいをかけたことによってリターンが間に合う。でさらに下しかも止まるっていう、もうこれも最悪ですね。結局じゃあ上3枚で何したかって言ったら、レジエレキを流して処理されるだけっていう、レジエレキを流して処理されるだけっていう行動と、下のファースト貫通セカンド貫通を交換しちゃってんだよね。今回はかなりうまくいきましたね。これがマクロです。もうダメ、もう脳のリソースないんだろうなこの時。もう僕らもうなんとかやりたいですよね。インソニアレジロックを倒してそのまま下に行きたいんですが、はい、まあ、なんでこうなるかっていうと、やっぱりその出会った瞬間のところで考えるから、どういうフィールドができてからのことを考えるからこうなっちゃう。フィールドどういうのを作るのかっていうマクロがあればこうなる。いやそれはコールじゃなくて個人のマクロありますね、はい、もうちょっとないとインソムニアは先ほどのようなこう相手を追い返すような動きっていうのはできませんし、点数も今はアクシズ有利なので、今回はアクシズ有利に
このままラストスパート迎えそうです。残り1分でザシアンとメタグロスとグレンアルマを13にするのは少し、はい、これで、まあ、やっぱりそのカウンターで全部やられてて、自分たちがボンミスしたのをちゃんとカウンター食らって、ボンミスした分のカウンター食らって不利になってるっていうのね。視界は大事です。そう、視界は取るのも大事だし見せないのも大事だし、視界がないのに先手でそのリスクを取っていくのもダメです。はい、結局そうなのよ。長くその長すぎる戦いだとフーパーの回復量のが多いんですけど、はい、ある程度のこう睨み合いは私らがの方がやりやすい。まあアクシズがずっとブッシュにいるから、何かこっちからアクション仕掛けないとっていう ね急がないとみたいな気持ちがねちょっと出ちゃうかもしれないんですけど、まあそれも待たないとね、待つしかないよね。しています。1ゲーム目のインソムニアが行っていたことをそのままやり返しているかのような状態、はい、ただグレンアルマ13になったのでレベルが、はい、これグレンアルマを起点にインソムニア5をする可能性はあります。ミミッキー14になりにいってるのか。そして、まあ、でゆっくりポジトリ返す。1試合より逆ですね。そうですね、ついたところで、はい、中央レジェンドのレックーザが出現しました。1試合目の逆ですね。リードはアクシズです。で一旦青バフを待ちます。のポケモン捕まえる能力だったりで、マンムーからエンゲージしないと捕まらないので、これは一気にこう有利不利ひっくり返りそう待ちですね。やっぱりゾーニングしすぎると捕まらないんですよ。まだアクシズの姿が、だから時間は割とガッチガチ使ってよくて、これマンムーから入れば美味しいんだけど、準備は整えました。そうレック触るのはいいんだけど、前に行きすぎると僕がこれエンゲージ今度できないんだよね。下がってきたらいいんだけど、僕のラインを前もう一個上げることもちょっとやりづらいっていう。でメタグロスが入ってウーラがもうリコールです、残り1割ですってなって、残り1割で、じゃあもうラッシュかってなって、ラッシュかですよね。ウーラがいないので雑誌案1枚で取り切り、かなり有利ですよね。そうメタグロスゾーニングからこれね、ザシアンユナイト構えてんだけど、これ実はミミッキュが雑誌掴んでるのよ。これザシアンユナイト構えてたんだけど、ミミッキュがザシアンを掴んでて、さっき僕らができなかったことね、こっちさっきはウーラを掴めなかったんだけど、相手は今度ザシアンをミミッキュがちゃんと掴んでね、で掴んでミュウがもう空火打ったから関与ブラッキーだけですね。ブラッキー1枚関与、ブラッキー1枚関与に負けた。クソデカブラッキーレッグザスティール、アクシズのラスヒが強すぎんだよな。ブラッキー1枚に僕が取られんの、これザシが捕まれてもだよ。ザシが捕まれたとしてもこっち関与4枚いるからね。マンムー、グレンアルマ、メタグロス、白髪っていうラスヒ弱いけど、一応4枚いるから、さすがにブラッキーと1対4で取り切りしたら、まあ7、8割はいけるわな。だって結局ウーラいないしね、これ。ラスヒ特訓しますか？いや、ラスヒを特訓するのはなんか違う気がするけど、まあ特訓はしないといけないけど。いや、これ、だってさ、これ。アクシズのラスヒがうますぎるよ、もう。どんな訓練してんの、これ。マジで。どんな訓練してんの。相当有利だけどこっち。ああ終わったもう見て、カットインまで入ってる。この月はさ、多分綾波背景と2個分ぐらいあるんじゃない、この月のカットイン。これやばいっしょ。信頼度 90% はあるよ。疑似連4回、虎柄。きついわ、この背景。これ、この月の背景出たらさすがにもう勝てんよな、これ。これもうおめでとうやもん、これ。全回転ね。そう。
セルナーでアクシズのラビー選手がここはインソムニアの仕掛けた戦略を真っ向から跳ね返していきました。割り切るしかないよな。8割だった、俺たちは8割あったはずだっつって割り切るしかない。これもスライム選手のメタグロスがポーリン選手のウーラウスに対してユナイト技を仕掛けに行ったその瞬間、はい、レックザの体力がもう削れていたと。そうですね、はい、あの1試合目と同じでインソムニアとしてはかなり有利な形で作れていましたし、はい、一番ラストヒットが強いウーラオスはまあでも真ん中に復帰することが難しさ、序中盤のやっぱりデスのせいで相手のレベルがちょっと高くなってとか、こっちのレベルがちょっと低くなってとか、下のファーストが折れてなくてとかあるので、まあ、この試合も序中盤立て直して個人のデス減らして個人のマクロと個人のデスを減らして、下ファースト折れてたら今のもねさらに取りやすくなったし、ファイトも勝てる可能性あるので、まあ、結局これはね序中盤ですよ、序中盤のタワーダイブで死ぬっていう行動とマクロミスで、このマクロミスで下持ってかれた、そこが一番重要ですね。はい、お願いします。お願いします。試合内容大きく悪かった感じ。いや今正直今の試合はね個々のなんだろう、はい、あの内容は 割と悪いと思いますよ、あそこまでなんだろうミスってカウンターされるのはねあんまり良くないです。割とでかいミスなんでちゃんと修正しないといけないですね、はい、ハッピーナスになる、はい、じゃあ変わらずですね。ザシアン、まあでもこの2試合目勝てなかったっていうのはね引きずりますね。おおブランキーってなってここは多分引きずると思います。ここは変わんないと思うんですけど、そうですね、ラビー選手のブランキーとフーパーだと思いますね。エイクル選手もね今回ハピナスかフーパーか、まあイヤパレスとかもですね、カビゴンなんかも使用してるシーンもありましたが、ザーテン早い、はい、でこれマンムー選んだんですけど、そう流れも取られてるし結果的にアクシズだからこっちの構成がなんか割とちょっとゾーニングしちゃってるのと、あのマンムーってやっぱ街から一気に演劇するのが強いんだけど体さらして前に前に前に行ったら徒歩で避けられるんだよね普通に。だから結果的には多分ね別のキャラクターの方が刺さってたんだけど、じゃあ体を前に前に前に行って演劇できるキャラ何がいるかって言ったらカビゴンかパレスなんだよ。ガンプで体出してエンゲージできます。でカビゴンで、体出してもヘビボンの、初動っていうのはあのマンムーの地震より早いじゃん。だから体出しながらエンゲージできるんだけど、バンさせられてんだよなこれ。いや出てきた、バンさせられてんだよ。ちょっとなぜか一旦見届けたくて、はい、ブラッキーがですね、なんでイヤバレスとカビゴン、はい、うちの僕の枠をてか僕の枠もコダックもカビゴンもイヤバレスも全部バンされてるから、はい、ドラフトが強えんだよアクシズ。サードゲームでアクシズも普通のファイトしてくれたらマンムー刺さるんだよ。マンムー刺さるんだけどかなり広がってずっとファイト拒否して最後なんかこうレッグが取るタイミングだったりとか浮いたところしか狙ってこないじゃん。であとは抜けみたいな難しいんです感じだからガチファイトじゃないから掴めないんだよね。そんなに苦しくない、そうだから結果としてはねマンムーじゃなくてもよかったなって今では思ってる。本当にもうドラフトが強すぎる。やっぱもうカビもいねえんだよな。確か今日カイリキ出てきてて地獄グルマインファイトだったと思うんですよね、ユポン選手の怪力、はい、だからその掴みつつダメージも出す。地獄車怪力は状態異常向こうとしては強いけど、まあ、こっち硬いんで掴まれてワンコンされるキャラがいないので、まあ、正直全然まあまあ大丈夫かなとは思ってたんだけど、はい、今回も2試合目と同じような動きになります。で一番のポイントは序盤弱くはないと言ったんですけど、やはりミミッキュに比べるとミミッキュの序盤の力の方がありますので、うん、そこを怪力がどう耐えるかですが、このラストヒットの取り合い本来まあ連戦は強いんだけどね。エレキボールで取っていきますか、はい、カルボから経験値を奪うことができればグレンアルマはこれまでのファーストゲームセカンドゲームよりも進化を遅れるっていう展開作れます。そう、タンクを相手に合わせて選びたい、まあ、これに関してはもうマンムーしか残ってないみたいなとこあった、まあ、他のキャラでも全然いいキャラいるんだけどね。別にラプラスだろうがヌメルゴンだろうがリスだろうがいけるんだけど、リスはねちょっと連が弱くなっちゃうし、はい、次第ですか。まあさすがにワンリキミューは厳しいかなと思いますが、そうですね、はい、
ワンリキが倒しました。中央エリアのポケモン。ワンリキ脱毛したんじゃない？これ逆に、はい、アクシス側が右下のヤジロンかな。ヤジロンを引き倒すと、ゴーリキになるんじゃないですか？なりますね。早いねー。ここは強いんですよ、やはりワンリキ、はい、でこの後ですね、難しいところになるので KO を仲間のポケモン倒して、まあ、直線目指す先は地獄沼、いや、ただマジで走る、ね、こっちのユニット硬すぎてさ、なるほど、なんか掴めてた位置にはいたと思うんですけど、うん、不自然だね、はい、走り方ですよね、掴まれずにというかうまく回避していって逆に KO を返してきました逃がさなかったダイボールも見事でしたこれはインソムニアうまくしてやったと言ってもいい時間になりました、はい、本王どうですか、本王はね多分強いキャラだけど本王をちゃんと使えないと味方が多分厳しいですね、インソムニアが有利は取りましたね、うん、こうなってくるとなんだろう、あのエンゲージキャラじゃないんで集団戦僕がエンゲージできないからよろしくねって言っていけるならいいジャイロボール本当に強いからな、こう見ると、はい、体当たりで帰っていって素晴らしいですね、キモい走るだけで終わる怪力マジで好き、ポケモンによるコンビネーションが決まった、そのまま継続してますね、炎の渦、何でも直し、何でも直し、あーでもこれ何でもなく強いけどダメ取りが、うひょっ、セーフセーフ、ぴったりのタイミングで捕まれずに当たってますが、いや強いよけど落ちた、いやこれもね結局ねあれなんだよ、これ結局これそのまま継続してますね、そうここで直し落とされて、で完全に対策しきっているルーナ選手のここでダメ取り負けて、もうこれってさ結果的になんだよね、これ結果的になんだよ、フーパとミエがもっと寄ってたら死んでるんで、結果的に美味しいだけでマクロとしては美味しくないんだよね、これ別にマクロとしてはやっぱ美味しくないわけ、そんなに結果として美味しいんだけど、なんだろう、フィジマクロで勝ててなくてフィジカルだけで持っていって、フィジカルの結果たまたま勝てましたっていうのはそんなに美味しくない、やっぱり同じこと何度もやったら負けるシーンがかなり出てくるでしょ、今の同じシーン10回10回やったら多分あれで勝てるの多分 2,3 回ぐらいしかないんだよ、その隙にそれってたまたまなんだよね、どうかという選択肢ですが、人数の多い、だからたまたま勝つんじゃなくて勝てる場所で勝つ、フィジカルで勝つんじゃなくて、一気に KO を奪おうという作戦か、フィジカルを出すっていうのはあくまでも勝てる場所でフィジカルを出す、だから負ける可能性がある場所、どうしようもないところはいいんだけど、これもマジでギリですね、結局人数振りで当たってる時点でフィジカル勝負になってるんで、いろいろと危ないやつで、ちょっと足りないかなって思ったんですが、うまく調整しましたね、はい、倒し切ったのはアクシズ、ただその隙にグレンアルバと合わせて下の野生のポケモン、だからその戦い始まってからのことはマジでどうでもよくて、始まる前ですね、結構インソムニアが早めにユナイト技を使えて、はい、逆にアクシズはまだ全員が覚えきれてないので、はい、次アクシズ側が戦いの準備整える頃にはインソムニアもまたユナイト技使えそうですよね、はい、使えるようになってると思いますね、いい形、ただ怪力が走り込んできた、走り込んできたが逃げていく、さすがに難しいと判断したか、負けないフィジカルは大事なんだけど勝つフィジカルは偉い、これも危ないですね、車で倒れたところに KO し異次元ホールで残ってと判断したか、やっぱ全体見ると個々のマクロが多いかな、結局相手の視界が少ない状態で一時的にしか人数見えてないので、これ結果的に5枚いるじゃないですか、で怪力が先頭にいるってことは、まあ他のキャラが先頭になんか近くにいるので、これ結果的に何したかっていうと3対5で3が攻めたんだよね、3対5で3攻めた結果、怪力と雑誌案の交換割に合わないですし、そのままチルタリスに向かっていきます、下からルーナ選手のグレンアルマが走り込んでくる、ここの戦いでここも勝ちにいってるので、これも結果的に生きた、結局メタクロスも強いように見えてリソース2個落としてる、落としてるけどけれども、そうですね、もっといいのがあるよね、イノムの
耐えも素晴らしかったですし、もっといいのがある。うまかったらこれはもう全滅させて全員生き残る。デスると結局つながらないから2枚リソース落としました、5対3で1枚落としました。これはいらないですよね。クシズが追いつく形にはなりました。ユナイト技に対するユナイト技のカウンターがもう次々と繰り出された、非常に見応えのあるバトルでした、はい、さあ残り時間が半分を切ったぞ。ここで小宮選手マンになる、はい、なりまして、勝てる場所で勝つのが一番重要です。クーパの強みである一つのユナイト技のところがインソムニア の, その動きで完全に無効化されているので、はい、今回はちょっとアクシズもうまく決めたいですよね。シュベルートはバッチリ点が残って、マンムーからスタートできれば割と美味しいシーンはあるんでね、はい、せめてマンムーが当たるための視界取りとかあったらね美味しいです。ポケモン集めているので、なんか勝てる場所ってもうなんか大体決まってるんだよね。アタッカーからじゃなくてそのタンクから入った時に、そうでこれ相手が上アクションを起こして寄ります。さすがに、いやインソムニアの攻撃はアクシズのポケモンに向かっている。その隙にレジェイクの体力、これもね細かいところちょっともったいないシーンが割と多いですね。アンテナ直しでウサカズ選手のザシャンを受け止めました。ドッスンプレスを先導にその後ろから氷の牙の、これ1枚結局落としたんだけど、ここのねニューフォーカスは一旦いいとして、ここ一撃ウラがラスヒ取ろうとしてるときに、まあザシユナも構えちゃってんだよね。これって結局レジエレキを取るためのユナイトなので、ファイト勝つユナイトじゃないんですね。こういう時ってレジエレキにリソースを落としたチームが負けなので、ユナイト残してたら、ね、ここでフーパーを落とした後に、まあ、ワンチャンもあるし、この時点でのダメ取りもまた変わってるしで、オブジェはね渡していい。でユナイト残ってたら多分ここも使えなかったです。体力ないからね、ユナイト残ってたら多分いけてたけど、マンムーがこれ時間稼いでる間に王者の剣でもう一回残ったけど、そこに綿毛の前でそうこれはちょっとですよね。でまあ人数配分、ここも人数配分ですね。雑誌が1で耐えれない可能性があるからの、もうちょっと早く守ってきてほしいからの白髪ユナイトもこれ無駄になりましたから、もうですね、はい、でさらに下もウーパーで呼ばれたけど立ち位置すごいことになってるのでぐちゃぐちゃですね。こう見るとなかなかひどいですね。我々も神目線から見るとやっぱこんな感じですね。だから本当にフェンネル戦で脳のリソース使いすぎたんでしょうね。もう空っぽだ。ただグレンガルマがまたレベル13になってますね。インソムニア誰よりもレベルが高いし、多分14いきそうですよね。これは間違いなくなりますね、はい、でその上でまあとメタグロスの13もその代わりファームができてキレも割と回収はできてるんで、レベルはなんとかみたいな感じでね、相手を追い返す形にはなる。点数こそアクシズが勝っているのでそこですよね。インソムニアは点数取り返したいと思うんですけど、どうでしょうか。上ルートのフロントゴールをいかに有利に進めていくかがアクシズにも問われています。そしてクロスチョップでしたよね。引くかゴールしたでよかった。いやまあなんかなんだろう、何もしなくていいってだけですね。何もしなかったら普通にレジエレキを処理するっていう判断なんで、何かしようとしたらそれ以外の行動になる。何もしなかったらいいだけですね。あのクロスチョッププラスになるとシンプルシンプル上がってきますので、何かをする必要がない。何もしないだけで守れる。何かをして何なら守らないといけないターンでロームしたりとか、まあ、かなり似てるんですが、点数有利がアクシズなので何もしなかったらいいだけ。何かするから相手があなんか明日たまたまなんか穴開いてるラストヒットザシアンで狙うっていうのを今回はあのミミッキもいないのでザシアンの王者の剣はなかなか止められないと思いますね。でこんな感じでブッシュ待機になるとマンムーがなかなか入れないんでね。これそういいポジション取るよね相手ね。相手いいポジション取るからどっかのタイミングで入れたらいいんだけど、マジで入れないなかなか。これは OK、 これはね1対1で確実に勝てるダメ取りでホール使ったからちょっとライン上げますよアピールするんだけど、逆にインソムニアが前に上がっているか。これ僕が神だったらどん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 いけるんだけどね、マンムーだから丸見えからの自信って脱帽があっても当たらないパターンあるんだよね。ただお互いに大きなダメージを受けずに
でとにかく別にこれ焦らなくてもいい。これね、ここで焦って、あやばい、早く決めないと、早く決めないとっていうことをするとまず良くないから、ちゃんと時間ギリギリまで使っていいのが入るのを待つ。ね、これフーパー捕まえました。でもこれ雑誌落ちてんのもったいないね。これね、ここでフーパー落としたので、ほぼ落として、知らないライドも出ちゃってるか。これこれなんだ、クーザー体力がかなり減っている。ウーラオスの位置さえ分かればいつでもインソムニアやれると思います。フーパーが、フーパーユナイトから、白髪ユナイトも出ちゃった。白髪ユナイト出て雑誌が死んでる。この時点で1ですと1ユナイト、まあほぼほぼノーバリューになってますね、これね。でここでまあウーラキャッチして、ウーラキャッチしておく、多分ウーラやるんだよね、これ多分。ウーラアルマドやりきったけど人数が足りない、人数が足りない。で上シージかレックタッチしかないんだけど、絶対アクセス上守るからもうやるしかないか。クリニックだよこれ。なあ時間が、惜しかったね。まあでもやっぱりそのまあなんだろう、見直してやっぱあらは目立つので、やっぱそういうところを修正していけばみたいな感じはあるね。結局最後だけ見たらあと1秒だったってなるけど、この1秒に関しても割となんて言うんだろう、やっぱりその各々が完全にバリューを出し切ってたらね、いろいろ改善する余地あるんだけど、そもそも多分最大バリューを出せてない時点で、なんだろう、まずはじゃあ各々最大バリューを出そうっていう考えになる。ここも、そうね、フォーカスもちょっとねばらけてるからね。ここグレーンアルマ中心戦うから、ここも一旦ブラッキーでいいんだよね。一旦ブラッキー見て、ユナイトワザの無敵でかわしていますし、下で怪力がザシアンを倒している。これで4対5を作り出してアクション、ね、今ブラッキーフォーカスする時間帯だから、ブラッキー見て、ブラッキーを2対1だったらブラッキー何もせずに有利じゃんね。だからブラッキー見て、その後入ってきたウーラオスとかをまあ捕まえる。でここ白髪落ちちゃったけど、ここもユナイトがあれば多分白髪生きてるってことだよね。ここでドスプレス、オビアン選手が前に出る。ムーンライトするなので、いやー、惜しいね。まあもちろんこのレベルでね、お互いが上手いからミスをしないっていうのは難しいんだけど、まあそうだね。もうこれに関してはもう、まあいろいろ積み重なったので、正直最後の1秒はそんなにもうここは重要じゃないですね。これまでに多分集団戦で4箇所5箇所ぐらいね、まだまだ僕ら修正できるシーンがありましたので、それを修正していきましょうですね。で全部それは個人技なので、個人技を修正します。個人技を修正するためには知識じゃなくて経験を積まないといけないので、はい、たくさんトリオとフルパをね、経験積むしかないですね。サードゲームは197対144、勝者アクシズ。
デイワンの勝利を、はい、そうですね、結果論とかタラレバに関しては、まあ、割といろいろあったな、いくつも可能性がありましたね。